はい、いや美人と飲んでますよやっぱり。だから YouTube ですごい美しいなって見たんですけど。 ありがとうございます。もうびっくりすごい美人ですね。いやお願いですから付き合ってください。いや本当にそれぐらい、それぐらいというか本当付き合いたいぐらい美人ですね。いやー羨ましいでしょ、羨ましいでしょ本当に。モザイクですけど、はい。いやありがたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、OK。お疲れ様です。お疲れ様でございます。いや、風呂入りましたよ、今。今日3回目の。3回目の風呂ですよ。時間がですね、4時47分ですね。まあ、いい時間ですよね。ええー。いやー、予定通り、泥酔ですね。昨日も。ただ、昨日の泥酔はですね、楽しくてですね、記憶がそこまで飛んでないんですよ。そういう無茶苦茶な飲み会してないんですよね。まあ女性がいたんで。女性がいたからですよ、多分。で、それもですね、1、2回で、まあ女性が帰って、で、その後、美容師の友達と行くのかなと思ってたんですけれども、まあ実際すごい付き合いのいい女性で、1次会、そして2次会、さらには、3次会、プラスアルファの4次会まで付き合ってくれたんですよね。いや、本当に。いや、めちゃめちゃ楽しかったですね。いや、その分ですね、やっぱり4次会も行けばお酒飲むわけですよ。ガン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 。頭痛くなってくるんですよね。で、ただ、その安いお酒じゃないので、だから、そのガンガンするような感じではないんですけど、嫌なガンガンってあるじゃないですか。もう頭がグラングランするような、で、気持ち悪くなるような。そういう感じではないんですよ。ちょっと飲みすぎたなっていう感じのガンガンなんですよ。だからまあ薬飲んで、ロキソニンさっき飲んだんですけど、だからまあ復活したっていう感じですね。いや、風呂3回も入れば復活しますから、ほんと。まあご飯もちゃんと自分でうどん作って食べましたしね。いやー、それにしても楽しかったですね。本当に楽しくてですね。初めての経験ありましたよ。初めての経験。皆さん経験ありますか？美人すぎて引くっていう。いやー、綺麗な人で、いや、私一瞬引きましたよ。やべーと思って。うわーって。もっとちゃんとした格好で行けばよかったよとか、思いましたよ。本当に。一次会で、なんか炉端焼きみたいなところ行ったんですよね。で、そこあんまり大きい店じゃないので、もう人がいっぱいでギュウギュウだったんですよ。ただ早めに予約してくれてたんで、一番端取れてたんですけれども。で、私、まあ当然時間前、10分前ぐらいに行ったんですよね。で、まあ、二人はちょうど7時、時間通り来たんですけれども、その10分の間結構一人で辛いんですけど、いや、どういう人来るかなとか、まあでも、まあ知ってることは知ってたんですよ。ネットで見てたので、いや、だから YouTube でも見てたので、だからまあ、綺麗なのは綺麗だけど、まあ40代だから、まあ、驚くことはないだろうなと思ってたんですよ。そしたらですね、本当に引きましたね。綺麗で。驚きましたよ。向こうからこう来たんですよね。あの入り口、カランカランと落としたんで、で、こう見るじゃないですか。あ、来たわと思って。そしたら、えって。めちゃめちゃ綺麗じゃんって。もうテンション爆上げですね。アゲアゲくんです、アゲアゲくん。それで1、2回終わったでしょ。で、美容師が、もうすごい食べる人間ですから、二次会焼き鳥屋行こうってなったんですよ。普通二次会で焼き鳥屋行くかなと思って。一、二回で焼き鳥屋だってわかりますけど、まあいいやっていう感じで、で、二次会焼き鳥屋行こうってなったんですよね。で、歩いて近く行ったんですけど、で、その時にその彼女に、焼き鳥だけ行くっていう話になって、いや、行きますって言うんで、で、一緒に行ったんですよ。で、二次会終わって帰ろうかなってするじゃないですか。ただ、真ん前のカラオケ屋があったんですよね。だから、まあ、ゆっくりちょっと話すのも歌歌わなくていいから、ゆっくり話すのありだなと思って、いや、歌歌わなくていいから、ちょっと3人でカラオケ屋で話そうよっていう風に言ったんですよ。そしたら、行きますってなって、で、カラオケ、もう歌いまくりましたけどね、ガンガン。トンボとか、ね、トンボとか、シャボン玉とか、長渕大好きなんで、
それ歌いまくりましたけど、結局は。で、3次会でしょ？で、ここで帰ると思うじゃないですか。カラオケ屋でも結構飲んだから、その段階でもこんな感じだったんですよ。こんな感じ。だからもう帰らなきゃと思ったんですけど、やっぱお腹すくんですよね。博多ラーメンですよ。博多ラーメン。4次会、博多ラーメン行きましたね。夜遅くまでやってるんですよね、やっぱね。で、ラーメンと、あとビール飲んだのかな、そこまで覚えてないんですけど、まあ、近くのラーメンは食べてたんですよね。それで、まあ、タクシーで帰ってきたっていうことなんですけれども、で、その彼女がですね、帰って、その、LINE くれてたんですよ。今、自宅に着きましたって、ありがとうございましたって。で、その時間を見てですね、と思ったんですけど、昨日私も、酔ってましたから、で、その時間がですね、自宅に到着しましたっていう時間が2時52分なんですよ。2時52分ですよ、深夜の。だから、やりすぎたなと思って。初めて会った人、そこまでね、女性を引っ張っちゃダメですよね。ちょっとやりすぎたかなとは思ったんですよ。まあでも、楽しくて、で、また次飲みに行こうよっていう話はしたんですけれども、まあぜひぜひって、まあ社交辞令的なことは言われましたよ。だから今後どうなるかわかんないですよ。ただ誘いますけどね。それただですね、やっぱりお金、かかりますよ、お金。まあ昨日使った飲み会のお金は、新たな女性との出会いですから、もう全然気になってないんですよね。気になってないんですけれども、まあ発表というか、昨日の、まあ家計簿ですね、これいつもご紹介しているので、1月27日、まあトライアルで886円かかったんですよ。あ、まあその前に全体言いますか。全体18,886円の出費ですね。ありですよね。で、トライアルが886円。それで、飲み会ですね。飲み会が、1次会が7000円だったんですよね。で、2次会が覚えてないんですけど、あんまり、これも、結構かかってたんですけど、まあ、それは、1次会は私たち男が払って、2次会は女性が全部払ったんですよ。で、払わなくていいのに、払うって言うんで、で、払って、で、3次会はカラオケ行ったんですよね。で、これも7000円ぐらいだと思うんですよね。それ、私、当然全部払ったんですよ。で、私が行こうと言いましたからね。で、4次会はラーメンは覚えてないですね。多分1000円、2000円だと思うんですよね。それで、あとタクシーで帰ったんですよ。で、私大失敗したのが、女性と一緒、家帰る方向が一緒なんですよね。で、ここの駅で飲んでて、私の家を通って彼女の家があるんですよね。で、私、一緒に乗って、で、来たんです。私、降りるじゃないですか。そこで会計が2000ちょっとだったんですよ。普通だったら、そこの彼女の分まで5000ぐらい渡しますよね。かっこつけて。いや、最悪ですよね。その時、後で考えてやりすぎだなと思ったのが、私の家の分までの2000円分だけ払ったんですよ。渡したんですよね。で、じゃあって。これちょっとダメでしたね。男としてはダメですよね。今、男も女もないですけど、男女差行ったら怒られますからね。ただダメですよ、全部払わないと。まあそういうところがありますよ。だからやばいなっていう感じですね。まあそれを込みでですね、昨日はだから飲み会自体が1万8000円ですね。いや昨日の動画で1万もかからないからって、1次会7000円で2次会もまあ2000円ぐらいでしょってラーメン食ってって、だからかかりませんからねって言いながら倍かかりましたね。やっぱね、1万8000円かかりましたからね。まあこれは、いいです。楽しかったんで。全く問題ございません。まあ、経理のバイトしてますからね。その分で一部こっちお金を使ったって、そういうふうに思っておきます。それしかないです。新たな出会いは、お金には変えられませんから。プライスレスって言いますよね。変えられませんから。だからまあいいかなっていう感じですね。まあ今日はそんな感じですね。で、これからですね、まあうどんは昼食べたんですけど、夜どうしようかな。今、もう、あれか、5時前になりましたね。撮影10分くらいしてるのか、これ。で、4時56分になったので、だから、どうしようかな。あと1時間、2時間後くらいに、ちょっと釣りの師匠でも誘って、なんか旅に行ってきます。多分今日は王将でしょうね。焼肉っていう気にはならないので、多分王将行くと思いますね。まあそんな感じです。いつもご視聴ありがとうございます。
あとですね、これ最後、いつも最後長いんですけど、まあ短めに、ちょっと一つの企画、ある女性から、YouTuber の方から連絡いただきまして、私マッチングアプリしてるんですよ。その自己紹介文とか添削したいって言うんですよね。それで YouTube を受けたいって言うんで、多分ですね、まあ近々紹介できると思うんですけど、私のこのマッチングアプリの、まあ、写真とか、この写真ダメだとか、あと内容、自己紹介文書いてるんですね。で、この添削とか、あとその趣味とか、いろいろ書くじゃないですか。自分の特徴みたいなの。マッチングアプリやってる方はお分かると思うんですけど、それも全部その女性にさっき、メールで流したんですよね。LINE じゃなくてメールで、Yahoo メールで。だから彼女の方が多分今日夜、いろいろ見て添削してると思うので、で、その動画がもしできたらまたご紹介させていただこうと思います。多分彼女の方の動画でやると思うんですけれども、で、まあ、私は私でその彼女が添削してきたものを使って、で、マッチングアプリを続けて、それでカップルになるのかってそこまで検証するみたいですから、でその企画面白いなと思って乗ったんですよね。だからそれはちょっと楽しみにしようと思います。まあ本日は以上です。いつもご視聴ありがとうございます。いやー最高の出会いでしたね。で美人だから引いたっていうのは初めての経験です。本当以上です。すいません失礼します。